国鉄滝17000系貨車とは、1969年から製作された石油類専用の35トン石タンク貨車である。製造時は、日本国有鉄道1987年の国鉄分割ミニエカ後に、日本貨物鉄道に車席を有した。同一の車体構造で同時に製作されたパラフィン専用タンク車。 タキ17800型についても本項目で解説する。タキ11000系の後継形式であり、c 重油など高比重、高年度の油脂を輸送するための輸送用のタンク車で、寒冷地において使用するため、蒸気加熱管と保温材を備えたタンク車である。1969年から1971年にかけて日本車両製造。 川崎重工業で2形式合計54両が製作された。タンク帯は、遮円水形状の両端部と、自家円筒形状の中央部で構成される三体結合タイプで、材質は耐抗性高張力構成である。取り下ろし時に積み荷の流動性を確保するため、タンク内部には高圧蒸気を通す加熱管を装備し、外周には保温のために、 厚さ1 0 0、mm、トルのグラスウール断熱材と薄鋼板製の外板が装備されている。200方式はタンク上部の積み込み口から積み込み、タンク下部中央に設けた土質管を用いる上入れ、下出し方式である。下回りは車体側面に台車枕張りの間をつなぐ側両がある。台車は TR41C。ブレーキ装置は手ブレーキと空気ブレーキである。 35トン石の石油類専用タンク車である。1969年10月2日から1971年12月20日にかけて5ロット52両が日本車両製造、川崎重工業の2社で製作された。落成時の所有者は日本石油、共同石油、シェル石油、モービル石油の4社であった。1978年11月15日に シェル石油所有者7両が日本石油輸送へ名義変更された。1984年6月15日から1988年5月15日にかけてモービル石油所有全社7両が日本陸運産業へ名義変更されたが実際に名義を変更されたのは多機17,043のみだった。1979年10月より化成品 分類番号年31が表記された。運用は北海道地区を中心に行われ、一部は本州地区でも行われた。1987年4月の国鉄分割民営化時には34両が JR 貨物に継承されたが、2004年9月に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。 年度別製造数各年度による製造会社と、量数、所有者は次の通りである。30トンセのパラフィン専用タンク車である。1969年10月25日に2両が日本車両製造で製作された。本形式の他にパラフィンを専用種別とする形式には、多六6150系の一形式が存在した。所有者は、 全車日本石油でありその常備駅は東海道本線新興駅であったが九百九十八年四月に全車が日本石油輸送へ名義変更され常備駅は郡山駅に変更されたが車両は日本石油輸送に社名変更しなかった全長は多機一万七千型より二百ミリメートル短く記号番号表記は特殊表記符号公前知事 小滝と表記する。運用は新港駅から関西本線と大駅や四日市港駅へのパラフィン輸送に滝6150型と共に使われた。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車が JR 貨物に継承されたが、1999年11月に全車一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。 ありがとうございます。